チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは日本人だけが知らないインテリジェンス柏原龍一先生よろしくお願いいたします,ししますコミンテルンって私はっきり言ってなんかふわっとし したイメージしかなくって、はい、あと社会主義とか共産主義っていうのの違いとかも全然分かってないんですよね。んなんか難しい質問ですね。<laughs> <laughs> すいません。まああの順に順を追っておゆい,いお話をしていこうと思うんですけれども、はい、まああのいわゆるコミンテルンの陰謀とかよく言われますよね。はい。 あの例えばあの、本当にペケ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 なことはこれはコミンテルンの陰謀に次ぎない現代の話なのになぜかコミンテルンの陰謀にされてしまうとなぜこんなおかしなことが起こるのかす、はい、すごく興味がありますね、はい、まあでもそれはやはりこうコミンテルンがどのようにして形成されてきたのかということをまず歴史的過程からちょっと振り返ってみてそれからちょっと考えてみることに、はい、よろしくお願いします。はい まずですねあのー、ロシア革命の時にちょっと話を移すんですけれども、はいまあ、1917年10月に、まあ、ボリシェービキが権力を奪取10月革命ですねで、まあえー、一応結革命で権力は取るんですけど、えー、それから一斉にですねあの西側諸国による革命干渉というのがすごく始まるんですよ。あの ソ連になってんですか、ね、ソ連と<ソ>いうのがロシア革命後のロシアですよね、はい、革命後のだからボリシェフなんかレーニンが政権を取った段階でやっぱりこういろんな国から干渉が起こる、はい、例えば日本もシベリア出兵とかしましたよねだから干渉戦争ですからね、はいはい、ですからそういう形でこういろんな国から実際にこう,こう,、まあまあ、こう同時に包囲されるみたいな、はい、非常に危機的な状況にあると。はい だからでもそれにもかかわらず社会主義というものをヨーロッパへそしてその,その先にまた進めていかなきゃいけないということをやはりこう考えざるを得なかったわけですよ。はい、ですからそのためには何が必要かっていうとこう共産主義を担っ,てくれに担ってくれるような革命政党というのを各地にこうどんどん,こうこう、ね、なんか種をまいていかなきゃいけない、はい、そういう、えー、発想でやはりこうインターナショナル共産主義インターナショナルというのを作ろう。 という側に、まあ、こうボリシェビキの人たたちは考えたんですね、はい、でもあのインターナショナルといっても実際にはえ1964年の第1回のインターナショナル、はい、そして1989年の第2回インターナショナルと、まあ、大体2回ぐらいありまして、まあ、特に第2インターって言われるやつに関しては、まあ、これは従来の議会制民主主義の上にのっとって まあ、労働者の権利とかを向上させていくという、まあ、割合分かりやすいですよね、はい、そんなにあのエキセントリックな主張じゃないんですけどでもまあ、あのー、日本の保守でも言えると思うんですけど人によって なんかやっぱり社会主義っていろいろ違うんですよね、うん、私はこんな社会主義、あなたはこんな社会主義みたいな、はい、だからもう第二インターの時はもういろんなものがごたまたでして、なんか意見が割れたりとか、そういうことがしょっちゅうだったわけですよ、はい、まあそれでね、あの世界に革命を広めるっていうのはできませんから、うん、新たなバージョンの、うん、インターナーショナルを作ったれと考えたのが、えー、まあソビエト共産党、ボリシェミボルシェルシビキだったと。 ここういういとなんです、ね、なんか方向が違うから同じ人だけより集まったのが第三インターナショナル。というかもう全部そういうのをぶっ潰してですね、うんはい、新しい俺たちのを作ってしまおうみたいなうん、うん、そういう,こう発想ですよね。で、えー、まあだからね第二インターがどうやって潰れたかって言ってやはりあのー、共産主義と 国家とどっちを取るっていうことを実はあの第一次世界大戦の時に選択を迫られたんですよね。はい、だからあなたは日本国民を選びますか、それとも共産主義を選びますかって言われたら、まあ日本国民を選ぶ人がほとんど多くて、ねやはりでもだから当時の代理人たとしても自分の祖国を取るっていう人が多くて、はい、やはりこう空中分解してしまった。うん、そういう経緯があったんですね。はい、これではまあ革命は先導できないだろう。 とということで、はいまあ、第三インターの創設というのを構想するで実際にこう何ですか第二インターに批判的な人たちっていうのを集めて会議をしようよって言ったのが1919 19年の3月、まあ、これが結果的に第一回の第三インターナショナル会議とされたとされてるんですよね。はい、でその目的は何かっていうと既存の社会主義勢力を、えー、こう分断する。だからあのはい いろいろ社会主義はもうすでにあるわけですよ。はい、それをですね、とにかく中をバンバン切っていってですね。そして、えっ、ー、と、既存の社会主義はまあ中道派、セントレスト派と、そういう場合によってですね。えっ、ー、と、批判をすると。はい えっと、コミンテルの議長なんですけどグレゴリー・ジノビエフっていう人がいるんですけど、まあ、第3インターに入るんだったらなんかちょっと条件つけなきゃねっていうことを言うんですよね、はい、だからわれわれの言い分にちゃんと従ってくれる人だけが入ってもいいよっていうねすごく高飛車なんですけど、はい、できたばっかりのくせにねそういう対談出るんですよね。で第2回インターナナショナル これは、えー、1920年8月に、えー、開催されているんですけどこれでは21か条の加盟条件というのを、えー、こう正式に提示されます、はい、それが古民店に加わる際には、えーまあ、各政党が同意しななきゃいけないけだからあのかなりこうできたばかりの会社なのに、ね、フランチャイズでやろうとしたら、ね、かなりきつめの条件が <laughs> 寄せられたみたいな、はいそ、そんな感じですよね。で、7月30日にレオン・トロツキーが条件を発表します。 でこの中にですね、地下工作への言及があるんですよ。ああ、もうすでにこうま,ま,また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 来ましたみたいな感じでね、はいでまあ、第3項で合法活動と非合法活動を結合させる必要があるんだ。もう非,非合法活動をもう推奨してるっていうん、ねうん。そう,もうぜ、前提、前提です。で、4番目に、軍へのプロパガンダ活動の推進。 で当局が禁止する場合合には非合法でも行う,もう何が何でもですね既存の秩序を全部破壊させてしまおうと、はい、まあそういうことを考えていたこういうことなんですね。はい、でまた別の文書で共産主義インターナショナルの地位についてっていうのがレーニーンが書いた論文があるんですけど、えー、合法活動と非合法活動の結合とで法律によって認められたわずかな可能性も利用するべきだと。 として1905年以降のです、ね、ボリシェビキの活動、まあ、1905年だったら自由にある程度政党活動ができましたから、はい、その時の合法活動と非合法活動のこう,う,うまいミックスっていうんですかそれに関して言及をして、はい、まあこれに従って皆さんもやってくれよという言い方をしたわけですよ、ね、だからもう自分たちの手法だからイデオロギーもそうなんでしょうけども、まあ、自分たちの,そのインテリジェンス的な技法を使って皆さんもさあどうぞ世界革命やってくださいと。 そ,ういうね、それを認めないと、うん、私たちのところには入ってもらっちゃ困りますみたいな、はい、そういう,こう割高いハードルを上げたんですよね、はい、で各国の対応はどうしたかっていうと、まあ、20年10月から <laughs> 21年1月にかけてドイツ二人、フランス、イタリアの政党が、まあ、実際、党内投票して、まあ、21か条にまあ同意すると、はい、でこれでどんどんこうお仲間が増えていくわけですね、はい、この政党っていうのは各国の社会主義政党ですね。ね、はい でえー、じゃあ、秘密活動といってもテキストはと言われたら、えー、ビクター・サージという人がいまして「こうえー、ロシア警察の手法と手続き」という本があるんですよ。これで、えーこうまあ、皆さん勉強してくださいあのビクター・サージはどういうことを言ってるかというと陰謀の科学のおかげでロシアの主要都市で革命家が非合法に数か月、数年生き延びることができた。 なんか皆さんもこれでやったら大丈夫ですよ、さあ、陰謀やりましょうね、<laughs> そういう感じで、<laughs> そ, <laughs> そういう教科書ですね。うん、で、えーっとね、第3回、第3インターナーショナル会議、これは21年の6月から7月に関して、えー、開催されたんですけど、共産党の組織的行動、並びに彼らの工作と、えー、手法の内容。 というのが、えー、文章が出てまして、まあ、非合法政党が合法活動に参加するという機会を使うのに十分にこう、えーっとえー、熟練しなかった、すなわちです、ね、これまで非合法でやってたところが改めて表でも顔出しをするとそういうことじゃないですか、はい、それがまだ慣れていないのがあったのでそれに対する批判が実は起きていた、だから合法活動もやって、非合法活動もやって、両方やりなさいという感じで、はい、バーンとこう言っているわけですよね。そ、はいえー、それで、あのーまあとそのためには、まあえー えっとまあ、特殊な組織が必要だろうと、まあ、合法、えー、政党の中にも、えー、陰謀論的な手法がどんどんそれでこう浸透していくとこうただ、あのー、ロシア革命というかロシア革命以降の流れから見ますとでそれでこのままだったら世界革命は一気に進むかなと一時は思ったんですよね。はい、でもです、ね、でこ,この21年、22年ぐらいからどんどんこう逆,逆境といったら変ですけど反発が各地でどんどん強まってくるんですよ。はい どう強まってくるかと言いますとえ例えばイタリアだったら、ねまあ、1922年10月、まあ、ミスムッソリーニが、えー、こう事実上のクーデターを起こります、はい、ファシスト党ですよね、はい、クロシャツ部隊ローマ新聞とかね、はい、あんな感じで、えー、こう政権を奪、ね、取してしまう。でユーゴサロンへでは、まあ、1920年には6万5000名の党員数がいたんですけど。 すごいパスあと21年8月に非合法化されたら、まあ、当面は党員数はまあ1000名程度にこう少なくなってしまう、はい、ハンガリーだった共産党による放棄が1919 19年に起こってるんですね、はい、でも20年には半革命が起きて、まあ、5000名の党員が処刑されて<れ>21年には正式に禁止されるでブルガリーでは20年と、えー、23年の選挙で20%の得票率を得るんですけど、まあ、23年にはクーデターが失敗 でまあ流血の弾圧をまあ闘争禁止とまあを、はい、次々とですねあの共産党が世界に広がっていく目がプチプチプチッとこう潰されていく。でも各国やっぱり危機感を持ったってことなんですか、はい、そりゃそうですよね。こんな勢力がね <laughs>、はい、<laughs> 自分の転覆ですよ、ね。そうですよ。だからそれはまあこれは当然だよなとまあ今から見ればそう思うんですけどもね。はい、まあ、えー、それに対して、えー、とボリシェヴィキ側はどう対応するべきなのか。 やっぱり陰謀しかないよねっていう <laughs> <laughs> そういうことなんですよね。はい、でこれでですね、えー、っと非合法活動特別委員会っていうのが、えー、コミンテル内部に設置されます、はいで,まあ、でもこれ公式の文書に出てこないんですよね。で,でそれで、えーまあ、これね執行部の編成に関する提訴っていうのが出されるんですけど、はい、まあ最高幹部は非合法活動に対してより大きな注意を払うっていうことが こ,うここに明示されてるんですよ、はい、ですからどん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 こうコミンテルンが陰謀組織化していくっていうんですか、はい、それはあのそのさっきの,あの革命の危機ですよね革命の危機によって、えー、そういうことが進んでいくと。はい、でこの、えー、非合、えー、法,法活動特別委員会というの二、まあ、23年5月の23日にこう開催されてるんですけど、はい、ここで集まった大体幹,幹部級の人をちょっとねちょっと紹介させてください、まあ、有名な人だったらオシップ、えー・ピアトニスキー ね、これは革命前はロシアの、えー、こう革命組織の地下組織の責任者だった人ですね、うん、だから本当にロシアの経験をそのままやろうと、こういうわけです。はい、で第3回の大会以降、えー、コミンテルンの国際連絡部、えー、これ、頭文字を取って OMS と書きまして、OMS と呼ぶんですけれども、はい、この OMS の部長に就任しています。うん この国際連絡部というのは、ね、非常にこう微妙な名前でして、ねはい、実際に役割としてはロシアと海外の共産党の間の手紙、人員資金の輸送をまあ担当する。 というんでコミンテルの組織部の役割の一環としてそういうことを行うということなんですけどこれ実質上の、まあ、情報機関ですよ、ねはい、だからインテリジェンスを担当するのがこのオムスと言われたそういうところなんですよだから中共にもあるでしょあの対外連絡部ってねうん、うん、あれは全部だからそういう,こう対外情報の収集ということがやっぱまずあるんで、はい、連絡部と聞いたら気をつけようと <laughs> <laughs> そういうことなんですよね。はい、でその次はミハエル・ルトリリッセル えー、これはピアトニスキーと協力してオムスの活動を開始するとでこれはこの人は面白いね21年からチェッカーですよチェッカーの <laughs>、ね、そう前回やりました対外部門の責任者、はい、それ以降も対外情報活動に従事します で7回大会以降、まあ、コミンテルの執行委員会これ ECCI 英語で言うと Executive Committee of the Communist InternationalECCI こ,、まあ、これ、通りによってはドイツ語だったら EKKI とこういう場合もあるんですけど、はい、まあこの ECCI の委員に選出されるだからこうもろねこの幹部会ですからあのコミンテルの幹部会にいる人がこの秘密活動っていうんですか直接推進する立場にあったうそういうことなんですよね。 であと、えー、エミリアン、えーヤ・ヤロスカフスキー、これは大体、ロシア共産党中央委員会のメンバーでして、まあ、コミンテルに所属しているときは、まあ、非合法,法活動の特別委員会だったと、はいまあ、1934年には、まあ、ロシア政党管理委員会に移る、あと、えー、ビケンティ・ミツケビッチ・カプスカスというのは、これは1918年生に、まあ、リトニア共産党を率いていた人です、はいでまあ、19年初めには地下活動に従事して、それからコミンテルに入る。 やっぱりこうこう地下活動の経験者がやはりコミュニテルンでやっぱり地下活動する、はい、<laughs> みたいな経験,者は経験者が経験者 OK みたいな、はい、そういう感じがあるんですね、はい、で24年にやはりコミュニテルンの ECCI の委員に入りますでこれであの見たら分かるんですけど大体あの政治家って言われる人と情報将校っていうのは割合立場的にね割合コロ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 入れ替わるんですよ、はい、だからあのロシアのとにかく当時の革命家っていうのは あの政治家の役割を果たすし、えー、そういうこう こんこう情報、形相したですよね、はい、そういったものとわ々の人事的にコロコロ変わってたっていうことが実はあるんですよ。ですからあの、コミンテルンというのは普通は政党の組織で、ね、国際的な政党機関の組織でというようにこ,うこれまでだったら考えられがちですけど実際にはあのロシア共産党の、えー、っと政治家でもあってていう、そういうそこんとこのバランスをちょっとよく考えておかないと。 ダメかなとそういう気がします、ねはい、で、まあ、第5回の第3インターナショナル会議とこれが24年6月から7月に開かれたコミンテルの規約がここで言われるんですね、えー、っと共産主義政党は非合法活動を実行する準備を進めなければならないでそれで非合法活動委員会の活動はこれで強化されるんですよ、はい、ですからますます非合法活動に対する重点がこう深まっていくとそういうことがあるんですね。はい で,で確認、えー、拡大コミンテルン常任委員会総会というところですね国際会議に出席するためにロシアを訪れた海外からの施設さんですね、はい、それとは特別会合を持たれその会合を通じて秘密活動の手法が伝授されたんだと<ー>ですからこうやってやるんだよっていうことがリクチ,、ね、チャーがあった。ででこういった会合ですね、はい 23年の第3回常任委員会、24年の第4回常任委員会総会にあっても解散されたと。 で25年の1月には、まあ非,活動えー、非合法活動委員会はドイツ、イタリア、ルーマニアフランスの状況を検討した上でえで、ー、コミンテルンの施節団を、えー、非合法活動に関する総会規模の会合に招、えー、集するとそういう決断をしましただから総会規模で一斉に、ね、全部こう、まあ、どうやってレクチャーしたんでしょうかねそこまでよく分かりませんけれどそれであの全部こう伝えていった、うん、ということがあるんですね。 でこの中にはね、後でまたお話しするかもしれませんけれども赤いオーケストラローテカペレっていうね長方網があるんですよ、はいはいね、ナチスドイツ時代に、ね、活躍したそういったそこに、えー、加わった人も加わってるな,なかなかねそのいわゆるこうコミンテルの陰謀をこう形作った人々が、まあ、大体こういう教育を受けてた、はい、こういうことがあるんですね。こう考えてみるとねやっぱりこうコミンテルは結局何をしてたかっていうと。 せせっせとスパイだから全部だから各国の共産党と言いながら合法活動非合法活動でしかも合法非合法活動に重点がありますよね。はい、ですから、あのーまあ、全世界のこう共産主義勢力をロシア共産党のために、えー、こう組織してたんだ、うん、だからそういうこう自分たちの言うことをいいダクダクとして聞くそういう,こう、まあ、ロボットマシンといったら変なの、うんね、こう。 えー、スパイロボットみたいなのを一生懸命作ってたとそういういことが多分で、ね、各国、忠実なフランチャイズですもんね。そう本当にね言われた通りに、ね、こうやらなきゃいけませんよっていうね、はい、こうやって人をだまさなきゃいけませんよとかこうやって悪さをしなきゃいけませんよ一生懸命教えられて、はい、ああ、そうだというそういうことなんですよね。はい、でもやはりねこれはすごく重大な問題を含んでいると思うんですよ。はい 結局何かっていうことはですね、あのー、どう言ってたんですかねなんかこう共産主義の理想を実現するためだったら非合法活動をしてもいいと、はい、そういうことを言うんだったら結局なんかどう言ったらいいんじゃないでしょうかね本当はやっちゃいけないようにやってもいいんだよと目標のためだったらこれをやってもいいんだよっていうことは自分のね良心をねあ良い心というかその良心をねやはりこう売り渡して。 もう全部共産主義に預けてしまって、はい、あとはもう言われることを黙って聞くだけのマシンにしてしまうと、はい、これはねなんか今の信仰宗教とほとほんど一緒ですよねだと思いますだって教義の方が上に来てるんですもんね、うん、そうそうだから、ね、自分がやはりこ,うこれを見ていいかどうかっていうことを判断させない、はい、判断させないシステムが古民テムで、はい、それがやはりこう何、えー、ですかこうこう陰謀論的な手法で各地でこう活動を始めると。 だからこれはなかなかかか難しいですよねだから人間の良心ということを考えてみるとあの必ずや,はやっぱり自分の良心に従って行動を決めるじゃないですか、はい、でもそれを全部こう取り払ってしまうそれがやはり前回にあのお話したような、えー、とチェカーの、うんね、悪逆非道な、ねはい、行動がありますので、ね、そこにつこながるんじゃないのかなと。 ですから、あのー、多分ね、あの、例にはこういう言い方をよくするんですよね。だから、あのー、目的は手段を正当化する。はい。でもですね、われ今の段階から振り返ってみるんだったら、悪質な手段っていうのは、目的を蝕んでしまうんだと。やはり、こう、十分にね、ちゃんと、こう、何か目的をね、実際、こう、えー、っと、実現したくても。やはり、ちゃんと、こう、手段はちゃんと正当な、手段じゃなきゃいけないんじゃないのっていうことは やははり歴史としては多分言えるんじゃなないかな、はい、だからこう人間としての良識にやっぱりこうもうちょっと戻らなきゃね、うん、えこういう,こう非常にこう共産主義のえっと悲惨な現実がまあこれからどんどん生まれていくわけですけどまあそのやっぱりこう人間のえ良識というんですかそれにはいっぺん立ち戻る必要がやっぱあったんじゃないのかなとそう思いますね。 組織っていうのがどうやって世界に伝わっていったのかっていうのもすごいわかりましたああ。どうもありがとうございます。まああの次回はえー、っと、うん、じゃあ古民っていうのが何をしたかっていう話をちょっとさせていただきます。はい陰謀の中身ですね。陰謀の中身ですね。これは楽しみ。はいはい、お楽しみに。はい